これが合流点です。コロンビアから流れてくる川です。1時間に2キロ流れます。水温は28.5度。でこの土砂、白い川なんですけど、これはアンティスの方から雪が溶けて流れてくる川だから1時間に6キロ流れます。そして水温は22.5度。だから魚が1匹いれば2000種類ということでございます。で、黒い水の方が底波が 6.4 でございますので、白い方が 3.4 ということでございますので、水がこういうふうに分かれてずっと流れてくるんですね。